田口、勝利の舞、こいつらほんまに学習洗脳。地球、内頭部直撃含む2つスイングが頭に当たった試合でこれなんですね。なるほど、まずいぞ田口、それはヘイト集めるの上手すぎな。あかんやろそれは、頭部四球当てた試合後にこれはあかん、観客もちょっと引いてるやん。あかんすよ、ヤクルトの生え抜き田口さん。田口、高梨と状況とか空気とかその時やっちゃいけないことをやっちゃうのよ、落ちすぎんか。石川を頭部四球当てといて勝利の舞とかふざけてるやろ、リスペクトに欠ける、不謹慎すぎるやろ。これが後に日本の報復四球の文化の発端となる中日のリリーフ球速いけど大丈夫そう、さすがにモラルなさすぎ。また口出しそりゃやるよね、クソがよ、ナイピと同義だろこんなん。やべえなこいつ、マジ最低だな。田口もう呆れ笑いやわ、場の空気読むとかプロ、大人なんだからわかるよね。普通怪我人出してるんだよ、ほんと田口だけは無理。なんで猿が人のこと見下せると思ってんだろうな。ここまで来るとこいつ自分から嫌われに行ってるだろ。田口さんまた燃えてるよ、相手の主力選手に当てた試合でこれはクソマジでやばいな。小学生の頃道徳の授業を全欠席した少年の末路、非常に気分が悪くなります。